皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、はい。もう準備できてますよ。いつでも来いよ。ヘッジホッグ使っていきます。9月の半ばだったっけ？まあ、9月中にですね、激レアが、激レアじゃなくて、ガチスキルが追加されると。はい。このキャラのガチスキルが追加されるそうなんですね。なので、今回はヘッジを使っていきたいと思います。ちょっとバファメットが苦手な、あれではあるんですけど、まあ、リリースが頑張ってくれたらいいかな。ヘッジ2次と。いうわけでいきましょうか。で、ヘッジなんですけど、支援キャラに強いんですよね。それがすごくでかい。ただ、ヘッジっていうキャラ自体は、ぶっちゃけ今の環境弱いです。はい。キャラは今強くないと思ってます。ただ、ガチスキルが発表されていてこんなやつだよって。これで、今後ね、評価が変わる可能性はありますね。オークも実際ね、ずっと弱い弱い言われてたけど、ガチスキルの発表でガチスキルがすごい強くて、今環境ですからね。というわけで、まずはレードラ出して、削ってもらいつつ、コラボ猫がいる。おお、そのとこにクレフラ来んの？あ、食われちゃったしかも、いいクレフラだな。レードラスキル一回持たないですけど、やっと一発だったわ。まあ、出すか、レードラ普通に。なんか相手、こっちを攻めてこれるような札じゃないんで、ね、コラボ猫が、まあ、いるけど、これ、コング前だね。コング前のヘッジ行って、で、ヘッジが、ド発点。これドローになっちゃう、このままじゃ。あ、ゴーレイが、お、ワンパン取ったよ。レドラ触られてない、まだ。いいよ、いい感じ。流れはすごくいいね。ここだけ取られないように注意だね。コングしっかり置いて、届いてないんだよね。でも倒すね。OK。ただ問題はこの後。まあ、悪縁でクレフラやってほしくて、で、でもおそらくあれが来るから、これラストコングいっちゃおうかも。うん。おそらくバフメット来るから、そのバフメットに対して、横当てのバフメットに対してリリースを当てるか。もしくはヘッジを逃がさねするかって感じかな。ヘッジ逃がさないでいこうか、まず。はい、ダメージ入った。OK。あ、待って。あ、いつの間にやられてる。すごいやられる予定はなかった。けど、まあ、勝ちは勝ちだな。時間的にも負けれない。ヘッジ、ドハーツ戦、ガガガガガガガ、ズドーン。すごい強そうに見えるかもしれないけど、大して強くない、実は。ガガガガガ、ぬー、倒してる。ちなみになんですけど、ヘッジオックって金バッジ以上だったら進化を発揮するって言われてるキャラなんですよ。バッジがないとき死ぬほど弱いけど、金バッジとかがあれば、もう強いんじゃないのって言われてはいるんですけど、今の環境ね、俺、金バッジでも、ちょっと物足りなさを感じてるんだよね。ヘッジオック。というわけで、点差勝利だね。ありがとうございました。はい、それではね、また行きましょう。お相手、再びバフメットですね。ガーベラって言った気がする。ヘッジバッチなしはね、結構悲惨な目に遭うからね、できればね、バッチ引いてあげたいんだけど、まあ、結局はね、シャッフルで、まあ、都合のいいね、綺麗な手札が来るのが一番望ましい。大型2本欲しくって、ごめんなさい。大型2本欲しいんだけど、メーターが、行ってみる。タネシゲさんじゃないか、これ。バッチなしヘッジはね、結構ね、悲惨な目に遭うよ。で、一応ね、こいつ、いいことが、桜ちゃんボコれるんですよ。桜ちゃんに強しの相性を持ってるんで、桜ちゃんって今しかも流行ってるじゃないですか、強いから。なので、それが出てくる分には、かなり活躍できるかもしれないねって感じではある。これ取れると思ってる、大砲打たれなければ。まあまで。はい、一発撃つか？撃たないか？ああ、なるほど、多くかな、じゃあ。じゃあ、しっかり大砲撃って、ヘッジも送り込んで、回復も与えて、壁作り連発で置いてるね。ただ、ああ、無理か。2個置かれちゃってるね。ネボボの火力じゃ全然壊れないね。まあ、しょうがないんだけどさ。あと1個壁作りあるんだよな。もうちょっと遅延してもいいんだけど、ここまとめて枯れるならメタカいっちゃおうか。こんな感じで。あ、多分、裏、あれだと思うな。多分、さすがに、裏、オークじゃないかな。
さあ、押し込んで削ってくれてはいるんだけど、このままじゃね、勝てないんだよね。まあ、ドローだよね。ブラード行こうか。これで全キャラ見えたね、相手からしたら。はい。ブラードが下山してきて、このブラード行っちゃおうか。さあ、多く倒して。ああ、どう出てきて。シールドスラッシュやってくれて、もうリリース行こうか。ブルーが、カン4波決めてくれてるけど、エッジで抑えて、ちなみに一応ね、ブルガに対しても有効ではあるんですよ。実は。一応有効ではあるんだけど、まあ、有効ではあるとはいえだね。取って。取って取られて。まあ、ドローやね。はい。というわけで、ドロー。ブルガにも有効ではあるんだけど、だけどって感じではある。まあ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 、もう、少なかったからね。ブルガが見えたから2体切りとかできればいいんだけど、今回ね、相手多くいて、しかも締まりそばでいたから、ハーピーだけじゃ止まんなかったんで、キャラ足りなかったね。よくわかんない声が聞こえた。なんか、なんだあのキャラは。なんか、ウェーンみたいな。何のキャラだろう。まあ、やっていこうか。なんだ、なんだ。フクロウか。めんどくさ。フクロウはマジめんどくさいぞ。倒せるキャラ引かないと、詰むんだよな。いや、ダメだね。シャッフルが厳しいな。もうこれで行くしかない。カエル剣士もね、ダメなんだよ。何がダメって、カエル斬り1回で死なないんだよね、あいつ。大砲一発必要になっちゃうからコスト負けするし、それがね、フクロウフォックスだったらなおさらだよね。意味がない。まあ、ひとまず多くの裏技あるから、トリデは狙うんだけど。飛ばして、OK、取った。で、これ、フクロウフォックスじゃないっぽいね、この感じ。フクロウフォックスではないっぽいんだけど、ただただきついな。これね、一発で死なないんよ。こうなるよね。は？もう、しょうもない、そのキャラ、さくらちゃん。強すぎだろ、マジで。異常だって、そのキャラ。もう勝ちはないな。飛ばない。飛ばないってことは引っ張られちゃう？引っ張られちゃう。まあ、レドラ行くか。行くしかないもんな。でも上もきついし、でも全部きついし、どうしよう、これ。我の前に示せじゃないんだよな。示さないでほしい。ちなみにこうやって押し込まれちゃうんで、このキャラもバカきついです。ほら、これ押し込まれるの意味わかんなくない？壊されるタイミングで多く置くんだけど、なんとかなるのかこれは、果たして。間に合わない、大砲。もう綺麗に出てよ、大砲。まあ、どっちしても間に合わないかな。どっちしても間に合わないね。はい、残念。まあ、フクロウはカエルだけじゃ落ちないから、シャッフルにかなり左右されるのと、さくらちゃん強すぎるな。ブレイズでめっちゃ持ってかれて、点差34。えぐすぎ。お、なんか、
初めて聞く声のキャラがさ、出てきてさ、なんだろうと思ったら、狛犬だ。なるほどね。狛犬リーダー。ベビーだね、欲しいのは。この前動画あげたんだけど、狛犬ね、ベビーに弱しっていう相性があるから、ベビーが欲しい。コングもありなんだけど、大型がいないとダメ、いなきゃダメだね。狛犬倒せるキャラ引かないと、積みます。マジで積むんだよね、強すぎて。あ、アシュラでもいい。一応。ただ、迎撃欲しかったな。まあ、でも、アシールからいいか。一応、カマキリでも結構有効っぽい。すごいね。キバキバキバ、ゴブ!すんごい札してる相手。これ、カマキリ代理でよかったな。まあ、いいか。一回取れればいいんだけど。取れますか?取れないらしい。はい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 。すごいね。ブッパがすぎるね。あ、取れちゃったけど僕。いいんですか?一応アシュラが有効なんでアシュラ行きましょう。なんか来たね。ぐる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 ー、ドーン。取られちゃったけど、こっちも取り返して、で、ミノが頑張ってぐるぐるしてくれれば、そこは倒せるから問題なしかな。ああ、大型がいなかったんだね。一本。あ、ぐる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 ー。ヘッチ、頑張ってる。いいよ。あ、それ触れないんだ。ここ触れないんだ。ヘッチ頑張ってるね。まあ、一応この多段系に対して、結構有効に頑張ってくれたりはする。今、チビドラの火炎で1ヒットでパーってすぐスキル打つみたいなこともできなくはない。まあ、でもやっぱ、この火炎もろに食らっちゃうと痛いけどね。元が1。さあ、ラスト行こうか。トロール。あ、まあ、カニでもいい。ただね、カニで2体使わされる可能性あり。タイマーはね、おそらく勝てないと思う、トロールリーダーには。まあ、しょうがないリーダーだから。なので、どう、あ、待って、ミスだ。大型1本しかいねえ。何も考えてなかった。お前、ブルドラに見えたよ。もうさ、マジね、俺いつも間違いない。俺こいつさ、毎回ブルドラに見えるんだよね。えぐい、これ。しかも取れないね。先相手が2回殴れば取れるんだけど。無理だねー。しかも、安定の、いつもの、オーク。ここ、これでいこうか。ビートル出して、カニじゃん。もう全部見ちゃっていいや。ブルードいっちゃおうか、もう一体。こっからブルードちょっと、使い方気をつけなきゃいけないね。ねえ、スキル打つの早いよ。やめてよ、マジで、それ。強すぎだって。めっちゃ削られるって。糸が。はい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 。倒してくれた。本当は良くないんだけど、行くしかない。きつい。ヘッジ隠さなきゃいけない。はい、リリスは行く。ダイソーは壊す。強い。怖くまあ強い。でも俺大型がいない一本。そうなんです、俺大型いないんです。あー、変なの飛んできた。あ、それ飛んでくるんだけどさ。お、最後スキル打ったのデカすぎ!これ止めるじゃん。死ぬよ。そうなんよ。多分もう一回撃てるよね、こいつ。もう強い強い強い。頑張ってる頑張ってる。頑張ってはいるな、多分。おお、強いな。マジで頑張ってんな。そう、虹はね、結構、おー、なんか、剣士も、剣士だね。なんか、これ無力負けてる。危ない危ない危ない。これは俺の勝ち!はい!
判定勝ち。危ねえ。マジ危ねえ。ちなみに今夜中です。夜中ってかもはや明け方。危ねえ危ねえ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回のガチスキルが確定しているヘッジホックを使っていきました。まあ、ちょっとね、今回はね、頑張ったように見えたかもしれない、ある程度。でもね、あんま強くないよ、本当に。おすすめは全くしてない。ただ、ガチスキルが解放されたらどうなるんだろうって感じ。俺はガチスキルのためにはもう準備終わってるんで。はい、てかまあ一応全キャラね、ある程度育成は終わってるんで。あれなんですけど、激流だけ足りないぐらい。あとも育成は終わってるんで。あれなんですけど、そう、このキャラもね、40解放されて、強くなって、ガチスキルが手に入って、ランクは変わるんでしょうか。多くはガクッと変わった。だってもともと B ランクとかだったんで多く。あれ S ランクだからね、今。強すぎる。はい、ヘッジも変わるかもしれない。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。